大阪蒼天堀の夜を彩るキャバレーグランドの支配人真島五郎。そのきらびやかな表の顔とは裏腹に、真島の運命は佐川という男の手に握られている。3年前、かつて神室町の極道だった真島は、親の意向に逆らったことで組から存在を抹消されていた。やがて真島は極道へ復帰する条件として、佐川からある人間の殺害を命じられる。真島の標的となったその人物の名は牧村誠。しかし彼女を狙う極道たちの突然の出現により、真島は思いがけず誠への殺意を失ってしまう。それは仕事を命じられた殺し屋にとって許されるはずもない行為だった。ここは？ええから入れ。倉庫や古いソファやらそこら中積まれとる。うろうろしたら怪我すんで。あの、何があったんです？なんで私がこんな。そりゃこっちのセリフや。ヤクザ連中が名指しでお前狙おうとる。心当たりないわけないやろ。そんなこと言われても。牧村誠という名前はテレクラの女どもによう知られとる。そいつはコウモリの入れ墨の男を探しとるらしい。その牧村誠はお前なんか、それとも名前語っとった店長の方か？それはお前なんか、まあ、せやったらそれがヤクザに追われとる理由か？知りません。私は何も。あなたは誰なんですか？あ、俺か。しょうもない男や。え？人一人殺すこともできん。最低の。最低の何？殺し屋や。嘘。牧村誠を殺せとだけ言われたんや。相手が目の見え女とは知らされんかったけど、お前を狙ってたのは俺だけやなかった。お前って何者なんや？コウモリの入れ墨言うのは何や？なんでそいつを探っとった？いや、リーさんはリーさんに会わせて。あの店長はお前さらいに来てヤクザに撃たれた。撃たれた？でもさっきはすぐ会えるって。安心せえ。あの男何者かわからんが、撃たれるときちゃんと急所外しとった。あの出血ならしな。本当に？用が済んだらあの男に会わしたる。けどその前に知ってることを洗いざらい話してもらうで。牧村誠。私を殺しに来たんなら
で助けたの？なんで殺さないの？お前は殺されたいんか？どの道、お前生かしてることがバレたらお前も俺も俺の雇い主に消される。え？せやけど、なんでお前が狙われとるかが分かれば少しはやりようがあるかもしれん。コウモリの入れ墨言うのはなんや。なんでその男を探しとる？それはそいつがヤクザ雇ってお前を狙ったかもしれんのや。今さら隠してもしゃあないで。コウモリの入れ墨の話ならリーさんが知ってる。あ？リーさんに聞いてください。そうすればわかりますから。本当やろな？その話もっと早い言えや。え？いくら厩舎外しとっても銃で撃たれたんや。出血多量で死んでしまうかもしれんやろ。あなた、さっき大丈夫って。まさも方便ちやつや。目が死にたなかったらこっから出るんやない。絶対やぞ。はい。例の一つくらい言うてったらどうや。山形、朝早くにすまんかったな。オデッセイでもほとんど使わん物置や。あんなんであんたに菓子作れんなら安いもんやで。けど女閉じ込めるために部屋貸せなんて、あんたもええ趣味してんな。女のことは他言無用や。大胆な男やな。そんなもんライバル店の支配人に頼むことかいな。俺がこの秘密触れ回るとは思わんのか。このことがある筋に知れたら俺はこの町におれんようになる。もしそうなったらあんた困るやろ。ああ、グランドとオデッセイっちゅう店が張り合うてこその争点ぼるや。どっちかの店にだけになれば町自体の客足どんだけ減るやろな。野球と一緒や。一強だけのリーグ戦で客は呼べん。オデッセイだけで試合は盛り上がらんで。なるほど、さすがは夜の帝王っちゅうわけかい。わかった、あんたの秘密の趣味は俺の胸にしまっとくわ。せやけど菓子は菓子や、忘れんといてや。